アンソニー・ホープは、イギリスの小説家、劇作家。本名アンソニー・ホープ・ホーキンス。冒険小説を中心に、数多くの作品を表したが、広く読み継がれた作品は、ゼンダ城の虜とその続編、変創伯爵に限られる。イギリス文学における、純古典である。この2作は、物語の舞台を架空の国家、ルリタニア王国に定めており、 ルリタニアンロマンスと呼ばれるジャンルを生んだ。ゼンダ城の虜は、ハリウッドで制作された同名の映画をはじめ、様々な形に展開した。ザイダ・ベンユース不撮影、1897年セント・ジョンズ・スクール、マール・バラ・カレッジ、オックスフォード大学ベリオール・カレッジで学んだ。法廷弁護士を目指し、1887年、ミドル・テンプルによって認定を受けた。 実習期間の指導に当たった後の首相、ハーバート・ヘンリー・アスキスはホープを天聖の弁護士と考えており、ホープが分泌の道に進むことを決めたことを惜しんでいる。放送時代のホープは仕事に長時間を拘束されておらず、また当時フリート・ストリートの聖ブライド協会の教区牧師であったカフの父と同居していたため、著述の時間があった。 作品を掲載してくれる定期観光物はあったが、本として形にするには、自費出版によらざるを得なかった。こうして第一に出版されたのが、エーマン・オブ・マークである。この作品は架空の国家オーリータランド共和国を舞台とする、政権争いをユーモアを交えて描いたもので、全打状の原型と見ることできる。その後も、長短の小説を書き続けた。 1891年にはファーザー・スタッフ,フォードを出版し、1892年のミスター・ウィット・エス・ウィドウはそこそこの成功を収めた。1892年の総選挙にウィーカムクの選出議員として自由党から立候補したが落選した。1893年3作の長編とウェストミンスター・ガゼットを所出とする続きもののスケッチを発表した。 このスケッチは1894年にザ・ドリー、ダイ・アラックスとして一冊にまとめられ、挿絵をアーサー・ラッカムが担当した。ドリーは出世作となった。A.E.W. メイソンはこの作品における登場人物同士の言葉のやりとりを今日のロンドンの風俗の間に迫っており、社会視野にとって無視すべからざるものであると評価し、その筆地には繊細な基地悲嘆の影があると述べた。 ホープが全打状の虜とある英国紳士の人生における3ヶ月の経緯のアイデアを思いついたのは1893年末にロンドンで散歩していた時だった。ホープはこの作品の初稿を1ヶ月で書き上げ、翌年4月には出版にこぎつけた。物語の舞台としたヨーロッパの架空の王国、ルリタニアは、その後小説家、劇作家が近代を舞台とする。 宮廷ロマンスを描く際に用いる世界背景を意味を持つようになる。ゼンダ城はたちまちにして成功を収め、起点に富むその主人公、怪談時、ルドルフ・ラッセンデルは広く知られる創作上の人物となった。ゼンダ城はメイスンのほか、文芸批評家アンドリュー・ラングやロバート・ルイス・スティーブンソンの賞賛を受けた。ゼンダが好評を博したことで、ホープは 将来に待っていたであろう、放送としての輝かしいキャリアを捨て専業作家となることを決意したが、しかし作家としてはこの一冊を超える成功をついに収めることができなかった。同じく1894年、政治の世界を物語の舞台にしたザ・ゴッド・イン・ザ・カーを上司した。ホープはその生涯において32冊のフィクションを表し、多くのファンを獲得した。 1896年、ザ・クロニクルズ・オブ・カウント・アントニオを発表。続いて1897年には、ギリシャのとある島を舞台にした冒険小説、フロソを発表した。1897年に、広報のためにアメリカに渡航しており、その間ホープに取材を試みた、ニューヨーク・タイムズの記者に、ルドルフ・ラッセンディルフの印象を残している。なりのい,いイギリス紳士。 ほだらかに笑い、軍人風の態度、真面目な顔でユーモアを飛ばし、物静かな、人好きのする人柄で、好きのなさがうかがえたという。ブループラーク1898年、サイモン・デールを執筆。女優からチャールズ2世の長期となったネルグウィンを扱った歴史小説である。イングリッシュ、ネルの題で舞台化され、マリー・テンペストが主演している。ホープが書いた戯曲の一つ。 ザ・アドベンチャー・オブ・レディ・ウルスラもまた1898年に公演された。この作品に続き、長編・ザ・キングス・ミラーを発表。ホープは自身の作品の中でもこの小説を最も優れた作品の一つと考えていた。同じく1899年にキャプテン・ディエップを発表。1900年、キー・サントを表し、作家協会の役員に選ばれている。 1901年にトリストラム・オブ・ブレントを、1902年にザ・イントルージアンス・オブ・ペギーを、1904年にダブル・ハーネスを執筆。続いて1905年に上司したエーサー・バント・オブ・ザ・パブリックには芝居への思い入れが見られる。1906年、ソフィ・ー・オブ・クラボニアを上司。全打場に近い趣を持つ長編小説であり、ウィンザー・マガジンに連載された。 ロジャー・ランセリングリーンはこの作品について特に厳しく批判している。とはいえこの物語は二度映画化された。ソフィアでクラボニアという題名で1916年にイタリアで1920年にはソフィー・オブ・クラボニアはザ・バージン・オブ・パリという題名でアメリカ合衆国で制作された。両映画ともディアナ・カレンが主演女優を務めている。年 中短編の先週テイルズ・オブ・ツー・ピープル、長編、ヘレナ、エスパスを発表。1910年、セカンド・ストリングを表し、続けて、翌年にもミセス・マクソン・プリテスッツを執筆した。第一次世界大戦期には、数多くの戯曲と政治辞表を書いており、その一部は、情報省の講演を受けていた。晩年の作品に1919 19年の、 ザ・シークレット・オブ・ザ・タワーとボマ・イホームフロムザウォーズ。m 九百二十1920年のルシンダがある。ランセリングリーンはホープについて第一級のアマチュア作家であったが、職業作家としては二級どころでしかなかったと見極めている。ホープは1903年にエリザベス・サマービルと結婚、男子を二人、女子を一人儲けた。第一次世界大戦の際の乗船活動への貢献を認められ、 1918年にナイトバチェラーを授与されている。自伝としては1927年に発表したメモリーズノーツがある。陰性していたサリー州ウォルトン・号イコール在イコール・ヒルで70歳の時に高等眼で死去した。ロンドンのベッドフォードスクウェアにある旧宅にはブループラークが掲げられている。ありがとうございます。